皆さんこんにちは。現在映画にドラマにバンド活動と八面六臂の活躍をしている俳優の北村匠海さん。その裏でありえないとは思いますがダークな噂もはびこっています。巷で騒がれている北村匠海さんのさまざまな噂の真相に迫っていきたいと思います。北村匠海さんは1997年11月3日生まれ、東京都の出身です。身長175センチ、B 型です。ご両親と3歳年下の弟との4人家族の長男として育った北村匠海さん。弟の大輝さんとは兄弟でディズニーランドに行くなどとても仲がいいといいます。小学3年生の時にスカウトされ、以来スターダストプロモーションに所属しています。デビュー間もない頃は約2年の間キッズダンサーユニットのミニで活動していましたが、2008年には NHK みんなの歌で放送されたリスに恋した少年で歌手デビューを果たすなど多忙な小学生でした。中学時代にはバスケットボール部に所属していた北村匠海さんですが、当時はモテ期で試合がある時はファンが集まりすぎてしまい試合に出場させてもらえなかったというエピソードがあるそうです。高校は芸能人御用達と言われている日の出高等学校、現在目黒日本大学高等学校の芸能コースに進学しました。そして高校1年の時にあるバンドでメジャーデビューを果たすと多忙な毎日だったようです。2011年にエビダン芸能事務所スターダストプロモーションに所属する新人若手男性俳優タレントで構成されたアーティスト集団、演劇集団内ユニットのダンスロックバンドディッシュのメンバーとなりました。結成当初はバンドというよりはアイドルグループの体を成していましたが、現在は紛れもなくロックバンドに進化しています。2021年には第72回 NHK 紅白歌合戦に初出場しています。2017年、映画君の膵臓を食べたいで主演を務め、第41回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の新人賞を受賞しました。ラストシーンの泣きの演技はさすが子役から鍛え上げられただけあって、見る者の感動を呼び起こす名演技として語り継がれています。2020年、映画とんかつ DJ あげ太郎で映画初単独主演を果たしました。出演者による度重なる不祥事によって出鼻をくじかれましたが、今まで演じたことのないコミカルな演技が大変評判を呼びました。2023年12月から Netflix で全世界同時配信予定の実写ドラマ幽々白書で主人公の浦飯雄介役を務めることが発表されています。そんな飛ぶ鳥を落とす勢いの北村匠海さんに薬物使用疑惑があるというのですが、本当でしょうか？報じている雑誌があまり信頼度の置けない媒体なので信頼度は限りなく低いですが、一応触れておきたいと思います。内容は大麻をやっているのではないかという噂話です。口々にささやかれているとしているのですが、ほとんどの人があまり聞いたことがない噂話ではないでしょうか。もし本当であれば大問題ですが、全くといってそのような類の話を聞いたことがありません。小耳に挟んだとか、それこそ暴露系 YouTuber にさらされたとか、逮捕情報などが流れたとかならわかるのですが、全くと言っていいほどメジャーな話ではありません。一体この噂話はどこから飛び出てきたのでしょうか。ある雑誌のザレ言の類か、あるいは語られていない真実、北村匠海さんの裏の顔があるのでしょうか。北村匠海さんの薬物使用疑惑は嘘だと信じている人がほとんどでしょう。噂の渦中に立つ北村匠海さんについて関係者が耳にしたのは北村匠海さんの交友関係にまつわる噂でした。そこから薬物疑惑や逮捕の噂まで出てきたようです。北村匠海さんと山本舞香さん、2人の関係は水面下で大きな波紋を呼んでいたと言われています。映画での共演でした。これに最も反応していたのが俳優の伊藤健太郎さんです。噂を信じるなら、この3人の交友関係には複雑な絡み合いがあったといいます。しかしそれすらも本当であるかどうかは確実ではありません。確実なのは山本舞香さんと伊藤健太郎さんが付き合っていたということくらいです。結局のところ北村匠海さんの薬物疑惑と逮捕されたという噂は
全くのデタラメであるとのことです。さて、俳優やディッシュのボーカルとしても活躍されている北村匠海さん、2023年1月にスタートしたテレビ朝日系ドラマ星降る夜にでは、遺品整理士の柊木一生役で、主演の雪宮鈴と恋に落ちてゆくストーリーが話題を呼んでいます。その2人があまりにもお似合いすぎるからか、熱愛関係なのではないか、リアルに結婚間近なのではないかなど噂が絶えることがありませんでした。そんな北村匠海さんですが、ここ最近病気で極秘入院していたという噂までも流れています。そこでここからは、北村匠海さんが大物女優と結婚間近の噂はそれが本当なのか、また極秘入院とその病状を徹底調査しました。ドラマ星降る夜にでは、いきなりのキスシーンが話題を呼びました。吉高由里子さんは恋多き女性として知られていますが、今回共演している北村匠海さんともよからぬ噂が立ち始めていたといいます。現時点での熱愛報道はまだありませんが、北村匠海さんと大物女優の吉高由里子さんが熱愛の可能性があるかもしれません。今回のドラマの記者会見で2人がお互いの印象を次のように話しています。吉高由里子さんは北村匠海さんのことを強引だけど守ってくれる年下の男の子と評しています。北村匠海さんは吉高由里子さんを包容力があるけど抜けていて守ってあげたくなる年上女性と評しています。まるでお互いのことを自分のタイプと言い合っているかのように聞こえます。また北村匠海さんと吉高由里子さんがお似合いという声が SNS 上でも数多く飛び交っていました。ドラマ撮影の合間の2人を見てみると、確かにお似合いなのが伝わってきます。北村匠海さんと吉高由里子さんに結婚間近の噂があるようですが、その理由は何なのでしょうか。その理由について調べてみました。一つ目に、北村匠海さんが吉高由里子さんの大ファンであることが挙げられます。北村匠海さんは学生の頃から吉高由里子さんの大ファンだったそうです。インタビューでもファンになった経緯を次のように語っています。学生時代に蛇にピアスを見てから憧れの俳優さんでもあったので、今回共演することができて夢が叶ったような気持ちですと述べています。なんと北村匠海さんは2008年に公開された吉高由里子さんが主演の映画蛇のピアスを見てから憧れていたそうです。2人は10歳の年の差があるので、その当時は吉高由里子さんが20歳で北村匠海さんは10歳ということになります。10歳で見るにはなかなかハードでエロティックな場面がたくさん出てきます。昔から大ファンの吉高由里子さんとの共演は夢のようなことで、とても嬉しいはずです。2つ目は、10歳差なのに恋人っぽいところです。今回のドラマで10歳差のラブストーリーを演じている北村匠海さん25歳と吉高由里子さん35歳、実際の年齢差も10歳差の2人が恋人っぽいと言われています。北村匠海さんの年下でもしっかりしているのに、年上への女性の甘え上手そうな雰囲気、吉高由里子さんの年上でも可愛らしくふんわりした優しい雰囲気、この2人が作り出す雰囲気が恋人っぽく見えると言われている理由のようです。3つ目が、北村匠海さんの好きな女性のタイプが年上のかっこいい女性だということです。そもそも北村匠海さんは中学生の頃から吉高由里子さんの大ファンだと公言しています。2017年のインタビューでは、いい意味で変わった女の子に惹かれますね、人間として面白い子、あとはどこか俯瞰で物語を見ていたり思考が大人っぽかったりとか、と語っています。この時の北村匠海さんの好きなタイプの条件に吉高由里子さんが全て当てはまります。他の雑誌のインタビューでは、結局は尊敬になるのかもしれないですけど、生き様とかがかっこいい女性が好きですと語っています。ドラマの記者会見でも、守ってあげたくなる年上の女性が好きと言っていた北村匠海さん、かねてから大ファンである吉高由里子さんとのラブストーリーでの共演、きっとドラマの中でもドキドキしているのかもしれません。リアルの2人が結婚なんてこともありえない話ではないかもしれません。明るい話題が多い北村匠海さんですが、何かしらの病気で極秘入院していたと言われています。北村匠海さんは体調不良を理由に舞台マーキュリーファーを欠席、休演しました。舞台マーキュリーファーは
東京都世田谷区にある世田谷パブリックシアターで行われました。行われていた舞台は2日を除いてほぼ毎日公演してきたので疲れが溜まっていたのかもしれません。北村匠海さんの仲のいい友人に俳優仲間の吉沢亮さんがいます。プライベートでも仲がいい北村匠海さんと吉沢亮さんは休日2人でいる時の過ごし方を朝から晩までゲームかお酒を飲むかと明かしています。そういったプライベートでも気を許せる友人がいることはとても大切なことです。本人たちは友人というよりも戦友と表現していました。いかがだったでしょうか。今回は北村匠海さんについて深掘りしてきました。結婚適齢期なので世間では結婚がいつになるのか、またその結婚相手が誰になるのかということは最大の関心事でしょう。今回はたまたま共演していた吉高由里子さんの名前が挙がりましたが、これはファンの願望が多分に入っています。しかしバラエティ番組などで見る北村匠海さんはかなり年齢の割にはしっかりしており、精神年齢が高く見られています。その分浮気などは絶対に許せないし一途だとも述べていました。ここまで来ると北村匠海さんがどのような方を伴侶に選ぶのかが楽しみです。今後も北村匠海さんのさらなる活躍と私生活の動向について注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。